は自分が住んでるところから1時間ぐらいのところにある、ミニサーキットになるんですけども、そこを見学しに来てます。今日はショップさんのですね貸し切りで、グリップ走行会をされてるということで、いつも行ってるショップさんとはまた別のショップさんなんですけども、ちょっと自分のモチベーションを上げたりですね、冬場でオートポリスとかが、走れない時にここはあまりあの雪とかが関係ないですので、走りに来れるようにと思って一応ちょっとですね、まあ、見学も兼ねて、自分のモチベーションを上げるためにもちょっと来てるところです。またのんびりと見ていきたいなと思います。なんぼですね、動かして走らせてなんぼかなと思いますので、まあ、静かなマフラーもちょっと探しつつ、オートポリスの方を楽しみたいなと思います。ホビーの方もですね、面白そうですので、まあ、準備できたら走りに行きたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。